ウィニングポスト9 2021。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはオレシアンナサルーン。綺麗なスタートを切りました。ギャランテ前に行きそうです。オレシアンナサルーン、それに続いています。さらにはスタイル&トレイル、最強女王アマノ AKB、 その後ろ先手を取ったのはギャランテ、少し開いてスウィンスナイト、ジャンボデシジョン、そのうちに続いています。赤の帽子セレスティアルシャワー、その後ろセカンドザボード、上がっていきましたエクセルイザベル、それに続きます。その隣にネームブライト、その横にアニーメド、ナポリディスガイズド、すぐ後ろ並んで15番セイクリッドフォールズ、内からはメルデイルウィンディ、その後ろからはリスキューコーカサス、しんがりからカリフォルニアメモリー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。2番ギャランテ依然として先頭。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。2馬身から3馬身のリード、6番アマノ AKB、 2番手を追走。さあ先頭は依然として2番ギャランテ、2番手はアマノ AKB、 これは絶好の手応え。スタイル&トレイル、3番手アマノ AKB、 これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して、日米王者意地のぶつかり合いだ。アマノ AKB、 アマノ AKB 先頭だ。アマノ AKB、 アマノ AKB 1着、2着にはどうやらセレスティアルシャワー、3着にアニメド。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノ AKB、 まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アローナックル、これはいいスタートを切りました。コリケティスカウト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくコリケティスカウト行きました。続いて前へ行くのはアローナックル、さらにはリーディングライト、1番ツイストピネット、その後ろアマノタウニタ、先手を取りました。大きく離れました。プロテクショニスト、並んで13番
当選ジョーダン、その隣にタックドボアストロン、これに続くのがフライマイアミ、青の帽子アドマイヤラクティ、その後ろ並んで G1 馬ダスキーオピニオン、フィオレンテ、それに続きます。並んで7番アルタの凱旋曰く馬、すぐ後ろその後ろにルドルフソネット。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。しんがりからトリップトゥーパリス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。16番リーディングライト、リードは1馬身から2馬身、長距離王者アマノタウニタ2番手を追走、すぐ後ろにコリケティスカウト、少し間が空いてタックドボアストロン、並んで1番ツイストピネット、その外に当選ジョーダンアローナックル、そのうちに続いています。並んで12番プロテクショニスト、すぐ隣にアドマイヤラクティ、フライマイアミ、この馬もこのグループ、内からはフィオレンテ、並んで7番アルタノ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。その横にダスキーオピニオン、間が空いて凱旋曰く馬、並んで栗色の馬体ルドルフソネット、最後方にトリップトゥーパリス、もう一度先頭から16番リーディングライト、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、2番手に14番アマノタウニタ、コリケティスカウト、それに続いています。そして大きく離れてタックドボアストロン、この位置です。ツイストピネット上がっていきました。すぐ後ろに当選ジョーダン、さあ先頭は依然として16番リーディングライト、リーディングライト、さらにリードを広げます。2番手はアマノタウニタ、これは絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってアマノタウニタ、内からリーディングライト、後方からタックドボアストロン、残り 200m、 先頭は依然としてアマノタウニタ、タックドボアストロン、手応えは十分だ。2番手はアローナックル、凱旋曰く馬ゴールイン、2着にはどうやらアローナックル、3着にタックドボアストロン、凱旋曰く馬、見事な走り、大舞台で日本馬の底力を見せてくれました。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはネクストアゲイン、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくネクストアゲイン行きました。続いて前へ行くのはピコプルーフ、さらにはアッシングバック、古豪カルテッドトライアル、その後ろアッシングバック、先手を取りましたホリデイキーパー、それに続いています青の帽子エバーハンター、その後ろ内からはグリームーン、並んで3番ウィングジョイ、その外からルーザックギャロレット。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。アーリーグリック、すぐ後ろその隣にカーペンターオーラダ、その外にアサガイエプソムコース、そのうちに続いています。並んで6番ブラックハートバート、エリートサングロー、この馬もこのグループ、最後方追走はアマノフィッツ、果たしてどの辺りから仕掛けるでしょうか。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から10番カルテッドトライアル、レースを引っ張ります。先頭は依然としてカルテッドトライアル、まだ粘っています。ピコプルーフ、ほとんど差がありません。パッシングバック3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。先頭変わってピコプルーフ、2馬身から3馬身引き離す。グリームーン、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過してアマノフィッツ、抜けた。2番手はグリームーン、アマノフィッツ1着、2着はグリームーン、3着にピコプルーフ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノフィッツ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
さあ、いよいよ直線の攻防。名将ナルト先頭、内からアンコイルド先頭、名将ナルト懸命に追いすがります。アンコイルド先頭、あと 200m。 さあ先頭は今度は片野山ガール、2番手はオーシャンブルー、片野山ガール粘る、ワンアンドオンリー。大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スマーピーオーク、コースタート、ボリューカリスマ。この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してボリューカリスマ花に立ちます。その後ろからはスマーピーオーク、この馬も上がっていく構えです。さらにはビューティージェネレーション、無敗のミスタースタンニング、その後ろビューティージェネレーション先手を取りました。2番手に4番アマノオモテナシ、少し間が空いてソフトフォース、その外からサンフォードイーティー、これに続くのがジャーニー、並んで11番ハイエストマイルド、その隣にレガティッシモ、ダンシングウェル、すぐ後ろこれに続いてショートカルビニア、すぐ後ろにスクウォンシップ、黄色の帽子ダイヤモンドフレンドリー、その後ろその横にコースタルアンデス、最後方にウィローオリンピオ。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番ビューティージェネレーション、依然として先頭。さあ先頭はまだ8番ビューティージェネレーション、ここで先頭が入れ替わりました。ボリューカリスマ、ビューティージェネレーション2番手に控えました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ブリューカリスマ先頭、外から勢いよくレガティッシモ先頭、残り 200m、 レガティッシモ先頭、2番手はダイヤモンドフレンドリー、レガティッシモ先頭だ。レガティッシモ、レガティッシモ1着、2着はダイヤモンドフレンドリー、勝ったのはレガティッシモ、見事な勝利です。さあ直線に入りました。これからの勝負、天野富士さん先頭、これはちぎれた。ダノンメジャー必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 これは強い。2番手はダノンメジャー、天野富士さん、この馬で決まりか。天野富士さん独走、天野富士さんぶっちぎりです。2着は微妙です。天野富士さん見事な勝利です。さあ直線に入りました。これからの勝負、アマノスカイツリー先頭、突き放しにかかります。ミナレット懸命に追いすがります。アマノスカイツリー先頭、あと 200m、 後続は遥か後方、残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はエキストラエンド、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はガイセンインゴット、3着にエキストラエンド、これは桁外れの強さだ。アマノスカイツリー。
京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠の湘南パンドラ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。花を切ったのは天野キャロハタン、続いてフーラブライド、この馬も前へ、さらにはベイビーリュー、18番湘南パンドラ、その後ろ先手を取ったのは天野キャロハタン、すぐ後ろにスパークミッション、その後ろからはナキシス、好位置をキープしています。天野アリエッティ、その外にハナズゴール、ヌーボレコルト、それに続きます。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、アヤメフロード上がっていきました。ディアデラマドレ、そのうちに続いています。その外からエバーブロッサム、その外にペイロフトティ、内からは西のアライブ、その後ろにエイトフェスタ、並んで栗色の馬体オリーブレディナ、これに続いて凱旋パワースポ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はスパークミッション、天野キャロハタン、ほとんど差がありません。ベイビーリュー、3番手天野アリエッティ、 いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はスパークミッション、並んで天野キャロハタン、ベイビーリュー続いています。離れてアヤメフロード、内からはナキシス、ヘイロフトティ続いています。ディアデラマドレ続いています。その隣からはエバーブロッサム、スパークミッション先頭、1馬身から2馬身のリード、天野キャロハタン2番手、手応えはどうか。残り 200m、 先頭は変わって天野アリエッティ、2番手はラキシス、天野アリエッティ、レバル、天野アリエッティ、天野アリエッティ、1着、2着はラキシス、3着に湘南パンドラ、これが世界の実力だ、天野アリエッティ。さあ直線に入りました。ここの直線は短い、エアソミュール先頭、突き放しにかかります。残り 100m、 2番手は天野スパイダマン、エアソミュール先頭だ、エアソミュールゴールイン、2着は天野スパイダマン、3着にユールシンギング、見事に勝ちました、エアソミュール。
Thank you.
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ハッピースプリント先頭、サミットストーン抜けた。2番手はハッピースプリント、サミットストーン、サミットストーン1着、2着はプレティオラス、3着にハッピースプリント。これが地方の実力だ。サミットストーン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。北サンブラック先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。外から接近、バウンド、外から里のクラウン、残り 200m を通過して、先頭は変わって、バウンド、2番手は北サンブラック、バウンド先頭だ、バウンド、バウンド1着、2着は北サンブラック、3着に里のクラウン、バウンド見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アグネスハミング先頭、残り 200m、 天の女子会先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はアズマシャトル、天の女子会、天の女子会1着、2着はアズマシャトル、3着にフリールカイザー、天の女子会見事1番人気に応えました。
京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ、秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。さあ、最後は大外枠のローブティサージュ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ、先行争い、何が花を切るんでしょうか。桜ゴスペル前に行きそうです。続いてポパノリチャード、桜ゴスペル先手を取りました。リアルインパクト、そのうちに続いています。好位置をキープしています。ミッキーアイル、内からはノーザンリバー、その外にカオスモス、内からはプラムドグロワール。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。この辺りで先頭が変わりました。ミッキーアイル、リアルインパクト、ほとんど差がありません。ノーザンリバー3番手、ミッキーアイル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ、先頭はリアルインパクト、ミッキーアイル2番手、並んでノーザンリバー、その外からはポパノリチャード、カオスモス続いています。プラムドグロワール続いています。ここで先頭変わりました。先頭はミッキーアイル、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。残り 200m、 ミッキーアイル後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。ミッキーアイル今ゴールイン、段違いの強さです。2着はクラレント、3着にストレートガール、これが世界の実力だ。ミッキーアイル、
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。天の子玉でしょ、抜けた。2番手はザ・ピッツァマン。天の子玉でしょ、天の子玉でしょ。1着、2着にはどうやらザ・ピッツァマン。3着にサーテンプロモーション。天の子玉でしょ、見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはバイエール、モレノ。この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはバイエール、続いてモレノ、さらにはエモリエント、8番コパノリッキー、その後ろ先手を取ったのはバイエール、これに続いてゴールデンセンス、少し離れてシークレットサークル、続いています。すぐ後ろにサンライズカンディア、 TK エクセレント、それに続きます。その外にレボルーショナリー、赤の帽子キューピッドソアリング、その後ろウィルビーカレッジ、すぐ後ろその後ろからはムーンアラン、少し開いてバイジャック、最後方にスカーレットミレー、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでコパノリッキー先頭に変わりました。コパノリッキー後続を引き離す。2番手はバイエール、シークレットサークル、3番手さあコパノリッキー、このまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ決着をつける時だ。日米王者の争いだ。コパノリッキー先頭、2番手はシークレットサークル、コパノリッキー今ゴールイン、段違いの強さです。2着はシークレットサークル、3着にゴールデンセンス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天のトラッカー先頭、2馬身から3馬身引き離す。旗の点上げ懸命に追いすがります。天のトラッカー差を広げる。天のトラッカー1着、2着は旗の点上げ、3着にノットオーソリティ、勝ったのは天のトラッカー。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アマノキャリパミュー先頭、2馬身から3馬身引き離す、内で食い下がるエリモファランドル、アマノキャリパミュー先頭、残り 200m、 後続は遥か後方、アマノキャリパミュー先頭です。このまま押し切るか。2番手はオリーブデュネット、アマノキャリパミュー今ゴールイン、段違いの強さです。2着はオリーブデュネット、3着にオースミサルベージー、これは桁外れの強さだ、アマノキャリパミュー。4コーナーカーブから直線コースに向きました。オツー先頭、前に迫るアマノアンドロイド、ここで先頭変わりました。先頭はアマノアンドロイド、突き放しにかかります。残り 200m を通過して、アマノアンドロイド余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はアトム、アマノアンドロイド強い強い、アマノアンドロイド圧勝ゴールイン。2着はアトム、3着にガイアースベルト、これは桁外れの強さだ、アマノアンドロイド。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。山勝エース先頭、あと 200m、 山勝エース余力は十分か、さらに引き離していきます。一気にベルーフ、ベルーフ、わずかにベルーフ、体勢有利。さあいよいよ直線の攻防、ジレンマカフェ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張りきれるでしょうか。残り 100m、 ジレンマカフェ先頭、名将コロンボ、ジレンマカフェ、ジレンマカフェ、ジレンマカフェ、1着、2着にはどうやら名将コロンボ、1番人気に応えました。ジレンマカフェ見事です。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠のトレーディングレザー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのは凱旋リアージュ、カタノケイヨ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してカタノケイヨ鼻に立ちます。その後ろからは凱旋リアージュ、この馬も上がっていく構えです。さらにはイスラボニータ、15番アマノテルマエロ、その後ろ先頭はなんとなんとカタノケイヨ。場内も大歓声、そして大きく離れてビルシーナ、この位置です。その外にトレーディングレザー、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。少し離れてフェノーメノ続いています。これに続いてダークシャドウ、緑の帽子中山ナイト、その後ろすぐ隣にアップウィズザバーズ、
内からはデスペラード並んで14番アイバンホー。1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。おっと1頭故障発生か。トレーディングレザーズルズルっと後退しました。場内騒然。レースにどのような影響が出るでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ後ろにトーセンラー、トレブ、そのうちに続いています。その外からディサイファー、その隣にウィンバリアシオン、ラストインパクト、すぐ後ろオーケーキを通過していきます。前はカタノケイオン、イスラボニータ、ほとんど差がありません。フェノーメノ3番手。さあカタノケイオン、このまま逃げ切れるでしょうか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。カタノケイオン先頭、2馬身から3馬身引き離す。フェノーメノ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。トレブ抜けた。2番手はカタノケイオン、先頭はトレブ、1着でゴール、2着はカタノケイオン、3着にラストインパクト。これが最強女王だ、トレブ。ダート界の頂点へ、ジョケイ合格一戦。
Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。ステファニーズ・キトゥン先頭、残り 200m、 先頭は依然としてステファニーズ・キトゥン。後方から一気にボムリット・イタジャラ、2番手は天野蓮舫。ステファニーズ・キトゥン強い強い。ステファニーズ・キトゥン圧勝ゴールイン。2着はボムリット・イタジャラ、3着に天野蓮舫、勝ったのはステファニーズ・キトゥン。見事な勝利です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。トロメオターム、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してトロメオターム花に立ちます。その後ろからはダストアルデル、この馬も上がっていく構えです。先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。先手を取ったのはオネストウィズウォール、その隣にデビルストロベリー、リスキーミュージック、すぐ後ろ白の帽子ダストアルデル、その後ろこれに続いてソニックゼファー、内からはチエラスウェイル、並んで漆黒の馬体ツーリスト、型の維新、この位置です。オンオーティー、そのうちに続いています。並んで7番トロメオターム、すぐ後ろにフィッシュサフラン、並んで5番ボーフィールドアトール、マスクトローカスト、この馬もこのグループ、その横にフロンティアプロフイント。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。デビルストロベリー、オネストウィズウォール、ほとんど差がありません。間を挟んでソニックゼファー、3番手大外から緑の帽子型の維新、伸びてきた。日米王者意地のぶつかり合いだ。デビルストロベリー先頭、外から勢いよく型の維新先頭、残り 200m を通過して後続を引き離す型の維新、足色は衰えません。2番手はデビルストロベリー、先頭は型の維新、1着でゴールイン、2着はデビルストロベリー、3着にソニックゼファー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。型の維新、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロゴタイプ先頭、あと 200m。 これは完全にちぎれた。後続を完全に引き離した。2番手は片野頑張ろう。ロゴタイプ、この馬で決まりか。ロゴタイプ今ゴールイン。段違いの強さです。2着は片野頑張ろう、3着にアマノフィックス、見事に勝ちました。ロゴタイプ。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のビットリオ道路、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはキングズガード、スキームキャロット、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスキームキャロット花に立ちます。その後ろからはキングズガード、この馬も上がっていく構えです。さらには里のストローク、10番ローマンレジェンド、その後ろスキームキャロット先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。そして大きく離れてペーシンセンサー、この位置です。イラボクキング、すぐ後ろ青の帽子ストローサーテン、その後ろマイネルバイカー、それに続きます。並んで11番ナムラビクター、その外にナイスミーチュー、その隣にカタノアベンジャー、その横にジェベルムーサー、内からはどこ吹く風、1番人気のアマノグー、現在後方から。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として地方からの挑戦、スキームキャロット、2番手は里のストローク、アマノグーまだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったローマンレジェンド、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m を通過してアマノグー追い上げてきた。アマノグー抜けた。2番手はローマンレジェンド、先頭はアマノグー、1着でゴールイン、2着にはどうやらローマンレジェンド、3着にナムラビクター。アマノグー G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。
Thank you.
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはカリスマゴールド、エアロベロシティ。この馬も好スタートを切りました。大方の予想通りエアロベロシティ先頭を伺います。カリスマゴールド競りかけていきました。さらにはランカンルピー、 G1 馬ナンビナクル、その後ろ先手を取ったのはエアロベロシティ、好位置をキープしています。ミッキーアイル、内からはドロップスプリング、その隣にペニアフォビア、その外からリトルゲルダ、アイドルエーテル、それに続いています。その後ろからはストレートガール。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。エアロベロシティ先頭、1馬身から2馬身のリード。ミッキーアイル2番手、手応えはどうか。残り 200m を通過してエアロベロシティ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はシャトークア、エアロベロシティ1着、エアロベロシティ完勝。2着はシャトークア、勝ったのはエアロベロシティ、見事な勝利です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。プリントシャー前に行きそうです。アマノイクメン、それに続いています。さらにはニュートリノオース、3番エピファネイア、その後ろ大方の予想通り先頭に立ったのはアマノイクメン、その後ろからはジャストザジャッジ、サビアエンパイア、それに続きます。その外からゴーティアスブレイブ、その隣にエアーピーチ、ベイリル、この馬もこのグループ、この辺りで各馬第一コーナーにかかります。内からはアンビシャスドラゴン、レギュラーアイアン、すぐ後ろその外にアローナックル、青の帽子アルキメデス、その後ろ最後方にサミーセプテンバー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から1番ニュートリノオース、レースを引っ張ります。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。12番アマノイクメン、2番手を追走、大きく離れました。ジャストザジャッジ並んで3番エピファネイア、その外にベイリル、並んで無敗のエアーピーチ、その横にゴーティアスブレイブ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてニュートリノオース、アマノイクメン、ほとんど差がありません。間を挟んでエアーピーチ、3番手アマノイクメン、 B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはアマノイクメン、2馬身から3馬身引き離す。ニュートリノオース懸命に追いすがります。外からベイリル、あと 200m、 アマノイクメンアドバンテージをキープ。後ろはどうか。大外から一気にベイリル、アマノイクメン先頭だ。アマノイクメン、アマノイクメン1着、2着にはどうやらベイリル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノイクメン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはグロリアスデイズ、アウロオマイハ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアウロオマイハ行きました。続いて前へ行くのはグロリアスデイズ、ワールドエース。どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。なんとなんと先頭は旗のツイッター。これには場内もどよめいています。その外に TV クリスマス、これに続いてチャームスピリット、グランプリボス、その前に進出スカイランタン、それに続いていますアウロオマイハ、すぐ後ろ緑の帽子アンタアントワークス、その後ろからはビューティーオンリー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ5番タタノツイッター、タタノツイッター、さらにリードを広げました。2番手はグランプリボス。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。タタノツイッター、先頭2馬身から3馬身引き離す。タタノツイッター、先頭、外から勢いよくタームスピリット、先頭、残り 200m を通過してキングマン追い上げてきた。キングマン抜けた。2番手はタームスピリット、キングマン1着、2着はタームスピリット、3着にグロリアスデイズ、勝ったのはキングマン。見事な勝利です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ムーンウェーブ、好スタートを切りました。タンブルエレクト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくムーンウェーブ行きました。続いて前へ行くのはエイシン光、さらにはアキードモフィード、3番タンブルエレクト、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはムーンウェーブ、そして大きく離れてファイブカルタ、この位置です。その隣に宇治山デビル、すぐ後ろにジャスタウェイ、オレンジの帽子フィエスタイブニング、その後ろ。内からはマジカルリゾルバー、並んで13番ニアーフライヤー、ジェンティルドンナ、後ろから並んで4番トゥルースファンシー、その外にデザインズオンローム、しんがりからカリフォルニアメモリー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、前はムーンウェーブ、2番手はエイシン光、間を挟んでフィエスタイブニング、3番手ジェンティルドンナ、いい位置です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ムーンウェーブ先頭、差は3馬身、後続の手応えもいい。ジャスタウェイ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はジェンティルドンナ、2番手はジャスタウェイ、ジェンティルドンナ先頭だ。先頭はジェンティルドンナ、1着でゴール、2着はジャスタウェイ、3着にムーンウェーブ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ジェンティルドンナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは天野キャリパン、ディーズアライズ。この馬も好スタートを切りました。大方の予想通り東高ビーナス先頭を伺います。天野キャリパン競りかけていきました。さらにはディーズアライズ、5番親子高、その後ろ先手を取ったのは東高ビーナス、その外にエルブリッジ、これに続くのがウッドマンナイキ、すぐ後ろにテンマサウンド。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ジュエルクイーン上がっていきました。ラッキープリンス、すぐ後ろ緑の帽子シータベイビー、その後ろその外から凱旋今でしょう。さらにはパーティーメーカー、その隣にキャットラブリー、最後方にストゥディウム。各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は東高ビーナス、2番手はディーズアライズ、3番手に天野キャリパン。絶好の手応え、天野キャリパンいい位置です。さあここからどうか。先頭変わって天野キャリパン、リードは2馬身から3馬身、親子高懸命に追いすがります。天野キャリパン先頭、2番手はストゥディウム、天野キャリパン、この馬で決まりか。天野キャリパン強い強い、天野キャリパン圧勝ゴールイン。2着はストゥディウム、3着に親子高、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天野キャリパン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野ハンザは先頭、前に迫るベルラップ、あと 200m 後続を引き離す。天野ハンザは足色は衰えません。後方から一気にオリーブコーブ、天野ハンザはゴールイン。2着はオリーブコーブ、これは桁外れの強さだ。天野ハンザは さあいよいよ直線の攻防。天馬バラクーナ先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。あと 200m レッドレイブン追い上げてきた。天野海猿手応えは十分だ。レッドレイブン、天野海猿かわす。先頭は天野海猿、1着でゴールイン。2着にはどうやらレッドレイブン、3着に片野山がある。1番人気に応えました。天野海猿見事です。
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。あと 200m、 先頭はダノンレジェンド天野ヘビロテ、必死に追う。ダノンレジェンド先頭、2番手は天野ヘビロテ、ダノンレジェンドゴールイン、2着は天野ヘビロテ、3着にシルクフォーチュン、見事に勝ちましたダノンレジェンド。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台。来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠の栄進キュート、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはアグネスエンベリーファウンド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくファウンド行きました。続いて前へ行くのはアグネスエンベリー。前に戻りましょう。先手を取ったのはアドマイヤカルミア、アグネスエンベリー、そのうちに続いています。11番ファウンド、2番手を追走しています。少し離れてレッツゴードンキ、続いています。白の帽子凱旋キクチから、その後ろ少し開いてレオパルディナ、その外から東海ノワール、その隣に栄進キュート、すぐ隣にキャッツフェル、内からは心の愛。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ファウンド早くも先頭、ファウンド後続を引き離します。2番手はアドマイヤカルミア、アグネスエンベリー、3番手さあファウンド、このまま逃げ切れるでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ファウンド先頭、後続は大きく離れました。レッツゴードンキ必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 ファウンドアドバンテージをキープ、後ろはどうか。2番手はレッツゴードンキ、ファウンド強い強い、ファウンド圧勝ゴールイン。2着はレッツゴードンキ、3着に凱旋キクチから、ファウンド完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。
Thank you.
ー。